です。あ、今日も3点対戦やっていくぜ。イエーイ。今日僕が使うデッキが、僕先日ツイッターの方で募集してて、まあ、なんかデッキモダン何作ればいいかなみたいな、一番人気だった今回僕が作ってきました。なるほど。君を殺す最終兵器を、タイポンポコ最終兵器もう作ってまいりました。タイポンポコ最終兵器とか言ってるけど、感染はね、あのライフを詰めるんじゃなくて、相手に毒カウンターっていうのを10個貯めることで相手を敗北させるデッキだから、10だけど大丈夫の？いきなりヤバくなってんじゃん、顔が。あー、これはまずい、これはまずい。早速、対戦行ってみましょう。あのね、これダブマリした、ダブマリをしているんだが、見てこれ、正直土地が来れば殺せそうな気がする。いや、いいハンドじゃんでしょうか。結構ね、98点なんでパーハンですね。キープ。まあ、ちょっと初動がこれしかないんですけど、まあ、ダブマリに来てるんで、まあ、ワンチャンいけるのではということで、お願いします。何がダブマリしてるからいけるんじゃないでしょうか。そのな、ぬるい感覚を俺が咎めてやる、毒でな。マジ？いや、やってやるよ。じゃあこれじゃ森を置きます。はいはい。森、1マナからギラつかさないです。もうこれは定番のやつね。定番ね、感染持ちのクリーチャーね、はい、こいつのパワーは毒で入る。毒が10個溜まるとプレイを敗北するから、感染持ってるクリーチャー10体与えれば返さないと死ぬってこと。やばいんだよな。さすがにこっちも虫柱だろうね。さすがにね。じゃあ、普段鉱山って言うときます。はい、鉱山。鉱山なんで、まあ、3種類やったらこれ2マナ出る。魔女黒とタワーがあったら、もう7マナ出るけど。1マナから、探検の手順。はい、これはこれはですね、2マナでタップして探ると、好きな土地を色に加えられますよ。あ、揃えるためだ。そうそうそう。なるほどね。で、これで押しました。はい。さあ、どうかな？よろしくお願いします。あ、でも音楽強いんだよ。もう頭の中でグレンゲが今流れてる。BGM がグレンゲになってる。やったなこれ。いや、すまんな、マジで。いやー、強くなれる理由知ったな、これ。いやー、ぶっこんでくるな。そうだ、これ。じゃあ、こちらね、冠水樹林と置きます。え、終わり？マジで？終わりだ。本当に言ってる？終わりだよ。じゃあ、森一馬だから、降臨から打ちます。これ何かっていうと、クリーチャー一体は、64のワームになる。でもこいつ今感染持ちの64ワームになった。すごい声出たね。出ちゃった。おい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 。で、一点支払って19で緑を出して、はい、古きクローズの力を打ちます。これ、クリーチャー一体22修正かける、スペルなんだけど、メインフェーズに打ってると44修正になる。つまり、64感染持ちのワームに44修正が10点だから、お前の負けだ、大好き。ああ、ごめんな、ごめんな、まだ何もやってないのに、おい、やって毒、銃、グエーン、バーン。強くなれる理由知ったわー。でも、ダメだよね。何もやってないよ。俺、何もやってないんだよ、マジで。次、頑張ってもらおう。ただ、これですね、裏潜ると、まあ、全然合戦する人たち、ちょっと、間に合わん。これじゃ、入れるカードは、これですね、次元の湾曲っていうカードと、3の合計ですね。まあ、3体の補給は、まあ、シェラマが3点未満である限りは3点になるってやつで、まあ、結果これ、まあ、除去ですね。これで、最高から除去していきたいと思います。ポンポコのアウトカード、こちらですね。まあ、ひずみの一撃はね、クリーチャー結構多いデッキに入れて、かわしながら殴るって感じなんですけど、まあ、クリーチャー出る前に終わらせられる可能性も高いので、こいつは4枚抜きます。で、顕在的防御2枚と降臨化なんですけど、まあ、降臨化4枚入ってるから1枚抜いてもいいかなって感じ。顕在的防御なんですけど、巨神のツタがメインに4枚入って、まだ顕在的防御2枚残ってるんで、間引きました。で、入れるカードがこちらの7枚ですね。まあ、相手のクリーチャーをどかしながら殴れるってことで、蒸気の絡みつき。アーティファクトの置物が妨害してくると思うので、相手のターン中にピッチスペルでそれを潰せる活性の力を入れていきます。ハンガー、さっきは、2ターンキルかな、先手2ターンキルしちゃったからね、エルドラージュダウンがどのデッキか僕見てないんでね。まあ今回はほらそっちが先手だから見せてもらえるんじゃないかってんでやっていこうかな。見せてほら、鬼の首を落とすことはできないけど毒殺はできる、すごい剣士のデッキだからね。こっちはまた流してやるよ。こっちがリサのグレンゲ流してやるよ。はい、ボンボコのハンドです。悪くないですかね。ちょっとクリーチャーが多いのかな。まあ90点強いよね。後手でもまあまあ強いハンドなんでキープしましょう。
これもパーフェクトハンドだ。キープ。一応、こっちもしっかりやって、まあ、これやれば、止めるんじゃないですかね。まあ、ちょっと軽めのクリーチャーの今回はいるので、これでキープしていこうかなと思います。はい。ファイト。あ、うん、見せてくれ、見せてくれ、どうぞ。まだ1ターン目じゃ見せられないですけど。ウルザの魔力の魔力、さっきと違うと出てきた。おー、はい、はい。これもさっきと同じです。本人今なんで、今はまだ無力。無力。何しない。え、おい。マップとか置かずね。はいはいはい。ドローです。これ。しんどいな。ははしんどいな。じゃこちら、ベンデルヘイムを置きます。これ普通に緑を出す土地で、タップすると、11のクリーチャーに12修正を与えることができる土地だよ。強いよね。パンプ、これ強いよ。パンプ土地だからね。緑出して、ギラスカスになるんです。おえあの、毒をカチャって仕込むやつね、あの、鞘で。カチャカチャって。どうぞ。ベンデルヘイムで普通こういうカードもタップインとかですよね、普通は。そうだ、タップインだよ。まあ強いよ、ね。レジェンドランドだからさ、許してやってほしい。一応そう。揃ったな、一応。おっ、さっきと合わせれば揃ったよね、1年目だ。そういう感じじゃなくて、ダメだよ、それは。これあれ、3マナ出るやつです。今は一番合うんだよ。今の一番。いや、でもこれね、結構効くんじゃないかと思う。効く？マジ？ X1 で、国の差が好き。チャリスか。はいはい。ね、これどういう効果だっけ？これなんかね、蓄積カウンターを X5 置いた状態で出せて、はい、プレイヤーが点数で見たマナコストが、国の差が好きなような蓄積カウンターの数と同じ呪文をプレイすると、それを打ち消すっていうと。なんで1なんで、1の呪文を打ち消します。あ、1は今唱えられないってことか。そうそうそう。なるほど、はい。はい、で、おしまいです。エンドルーズ、待ってください。そんなものは効かん！達成の力。これは自分のターンじゃなければ緑のカード1枚を手札から追放することができないのも0もらえてないってもいい。4マナのピッチですけど多分打ち消されないよね、はい、アーティファクトエンチャントを最大2つ対象として破壊する。お願いします。もしもーしもしもーし。ターンもらえますね。ごめんな。ドラ入れます。シュッ。なんだシュッ。効果音のシュッってやるやついねえだろ。いやー、おい、ただね、このグレンゲ流れましたよ。またグレンゲ、またリターン目じゃん。グレンゲだな、ごめん。これもやってるよ、みんな。俺やってるやってる。反射区域2点払ってアンタップにします。で、緑1マナから、はい、降臨か。で、緑1マナで、うん、自由練り。ごめんなさい、すいません、これで毒殺します。わーバチ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 。毒殺。マジかよ、俺2ターン目しか殺されてない。気持ちいい。毒殺。なんかまあ予想通りだったな。予想通りです。おお、トロンは途中で気づいたんだけど、トロンのトロンチの出てない。まあこれからも頑張ってくれよ。ってことで皆さんでまた大好きなんで、あのおすすめの敵とかあったら教えてあげてください。ハイアリーナ募集してるんでよろしくお願いします。お願いします。それでは次の動画まで、バイバーイ。